じゃあちょっとこの家にちょっと愛し合って生きて二人でこの一晩過ごしましょう。しょうがないな。じゃあベッドこれ船長に一個あ、ありがとうございます。分かった。じゃあマリンは体を出します。体をいいですよ今日はじゃあベッドを置きますね。ベッドはい置いて、はい、置いてくれるかな。置きますね。狭いベッドです。狭いベッドだけど体を合わせて二人でひっつき合って一晩すもう、まあ、一応確認しておくけど、まあ、2位だからね。2位だからね。あ、合意のもとということで、ね、合意のもとでだからねこれね。いいですよ、はい好きにしてくださいもういいです。マリンは覚悟決まっとります。シシロ組に入りボタンさんからベッドをもらった時から決まっとります。覚悟はうん、マリンまずいですよ。また我々のアーカイブが消えてしまうまた消えてしまう。マリちゃんによって NG にされてしまう。毎度毎度毎回二人で絡んだら消えちゃう毎度毎度二人の記録だけが消えてしまう上に乗ってもいいんですよ遠慮してるんですか。いや上はそんな好きじゃねえな。あ、逆派どうぞ。どうぞ。下から見てえな。もうしょうがないですねもう。わかりました。マリンが上ですね。はいはいはい。意外と受け身なんですね、ボタンさん。ちょ待って、チャットがめっちゃ出てきてさ、チャット消えねえから船長の顔、人顔も見えねえ。これどうすけ。いやでも逆に顔が見えるとなえるみたいなのもあるかもしれないから逆に見えない方がどうですか。逆に見えない方がいい。興奮するんじゃないですか、ボタンさんは。マリンの顔見ながら、やだやだ、船長の顔見たいよ。そうなんですか。いや船長の顔モザイクかかってるみたいになってもいますこの辺だったらうっすら見える。うっすら見えるうっすら見える。どうですか。もうすぐほら朝チュン、朝チュンよ。これチュンチュンしてきた。朝チュン来る。ちょっと待って、見るわ。外どうだこれ。あ、まだ暗いわ。全然もう一回。じゃあまだ暗いか。まだ夜は明けませんよ、おたさん。あれちょっとどうしたんですか。あ、いけるよ。オッケーまだまだ終わりませんよ。しょうがねえな、付き合ってやんよ何ですかそのいやいやみたいな感じまるでマリンだけがしたいみたいじゃないですか。こういうの嫌だな